皆さんこんにちは。なるほど店です。今日もマジンマンションで遊んできます。さあ、ステージ300に行ってみましょう。お、キャンディーちゃん落とすの？爆弾作れる。まあ、でもあの爆弾下まで落ちないでしょ。どうしましょう。ロケットがあってもあれですからね。はい、これで。はい。下げても、キャンディー、焼きキャンディーになっちゃう。さあ、これ一旦下げて。これでも届かない。ケニーだから。あ、間違った！左、ちょっと右に行っちゃった。なぜ？本当は爆弾車に落としたかったの？あ、これでキャンディーと変えたら、あ、でも、でも、みたいな。確実に。確実に消すわ。おぉ、キャンディーちゃん。これ、ダイナマイトじゃない、やっぱり。ダイナマイトは強いんです。どうしますかね。ダイナマイトいきますか。ちょっと届かない気がするんですけど、まあ、行きましょう。わあ、そっちまで行く。なんということでしょう。さあ、はい、帽子とレモちゃん。おお。もう一個帽子とレインボーちゃん行きたいけど、まあ、しょうがないから、こうして、はい、草ちゃん。はい、あれ、ちょっと待って、はい。さあ。これで一個下げますかね、はい。で、はい、あと帽子と、あれで、いけると思うんですけど、レインボー猫ちゃんと帽子でもクリアだし、爆弾でもクリア。さあ、どういきますか。ちょっと待って。地道に帽子を下に落としますか。こうやって。よーし。さあ、ありがとうございます。ステージクリア。さあ、ストーリーを。行きましょう。たまになるほどくんの日本語おかしいですからね。ストーリーよって何でしょう。ストーリーよ。さあ、いざすまんと。お客さんを呼ぶと。家具は一通り揃ったんじゃねえかな。じゃあ僕みんなたちを招待してくるね。どんな手を招待するんですか。それは来てみてのお楽しみでよ。ちょっと待っててね。さあ、初のお客さん。みんなたち来てくれるって。ワニさん、心の準備はいい？あわ。しばらく時間をくださいと。しょうがないな。あと少しでみんなたちが来るからね。と。みんなたちっていう表現もなかなかあんまり聞かない。みんなが来る、ね。さあ、ということで今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。で、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。